しよう。阿蘇郡小国町の時松雅子さんの畑です。今月上旬からフキノトウの芽が顔を出し、春の訪れを告げています。 2,3 日おきに収穫しているという時松さん、ハサミを使って一つ一つ丁寧に根元を切り取っていました。収穫したフキノトウは地元の朝市に出荷しているということです。はい、いいことだね。今年も少し開いて水に浮かしとったら綺麗に開きますもんね。そしてフライにあげたらもう本当形もいいです。フキノトウの収穫は今月いっぱい続きます。